はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ドラゴンクエストタクト、ドラクエタクトやっていきましょうということで、お久しぶりです。まあ最近ね、ちょっとログインだけみたいな感じになってるんですが、まあ今ね、チケット結構持ってるんですよ。ちょっとこれを今回すべて使いたいなと思います。56枚、プラス確定もね、2枚。アリーナに20枚持ってます。はい、とりあえずまあ、デスピサロはいいか。じゃあちょっとまずはここ、クリフトから。いや、ドラクエ4はね、まあ実況もしたんですよ。ドラクエ4のやっぱキャラも熱いよね。ドラクエやっぱね、4、5、6が好きっすね。違う、どんどん行こう。アリーナ、クリフトと来て、ブライはどこ行った？これ久しぶりこのスカウトね、今ガチャ引いてるんですが。いや、20枚でアリーナゲットできるかもしれないですよね。あるよ、これ。じゃあもう先にアリーナ行っちゃいます。提供割合なんですが、S が 3%、A が 12%。まあ、いつも通りやね。で、アリーナが 0.7%。はい、ピックアップを信じろ。まあ、ピックアップつっても 0.7% と。OK。行こう。あと、サソリアーマーね。キラーン。まあ、スキップで、行きます。まあ、なかなかね、S 出ないんですよ、これ。ただ、まあ、昇格もね、あるんですが、引けずと。チケットに当たりは入ってませんでした。引けませんでした。じゃあ、ここ行きましょうか。まあ、ここも S が 3%。まあ、S 引けるかどうか。何枚引けるかどうか。で、使ってるのはやっぱホワイトキング。二軸弱。まあ、この辺ですかね。はい、じゃあ行きましょう。56枚。もうサクサク引いちゃいます。ちょっとここだけ見てね。さーっとここだけ見て、昇格もありますからね。はい、じゃあもう次行きましょう。A が1枚。まあちょっと厳しいか。まあ A2 枚。3% はね、なかなか厳しいでしょ。まあ 3% とかさ、最高レアがさ、3% とかまあ 5% とかあるじゃないですか。やっぱね、5% はね、結構引ける気するんですよ。お！来たやん！ホワイトキング。まあ、今どうかわかんないですけどね。初期はもう、ホワイトキングはもう、ほんとね、上位でした。トップクラス。今、まあ、そっからキャラもね、結構増えましたし。あと16枚。もう1枚、まあ、S 引ければ、あと確定2枚ありますし。ちょっと演出弱い。あー、ちょっと引けてねえ感じやな。ただまあ、ほぼ持ってますね。はい。じゃあまあ、ここはちょっとサクサクっといきます。あと5枚。単発音が出る説もあるよ。まあ、この普通のチケットで出るやつはね、まあ、ほぼ持ってるんですよ、S も。まあ、持ってるのが何体かくらいで。あ、まあ、どんだけ被るかなんですよね。で、ラスト。まあ、被んないと厳しいですしね。
はい、とりあえずこんな感じと。デスピサロもね、まあ結構好きなんですけどね。まあもう12月ということで、まあいろいろまた来るでしょ。まあドラクエ6、まあ5あたりが来たら引こうかな。じゃあ確定いきます。はい、確定はこんな感じになってます。まあこれもホワイトキング重なった方がいいでしょこれ。はい、行きましょう。重ねてなんぼ。ちょっと一応これ見る。もうこれ確定ですからね。虹見とこうよ。確定、最高。もうカイザードラゴン。俺ね、あのモンスターズとかもそうなんですが、ドラゴン系ってねあんま好きじゃないんですよ。だシーザーとかもねあんま使わないんですよね。お、トロールキング、トロールキング出ました。初ゲット。ちょっとピサロ10連だけやっとく。この流れで、この流れっつっても確定の流れ、ここも確定と思い込もう。そしたら引けるかもしれん。さあ来い。弱い。弱すぎる。これは厳しいね。 A もなし。はい、ということで今回はここで終わりたいなと思います。今ねファミコンのね、あのドラクエ3始めました。久しぶりのファミコンドラクエ3、もうほぼね忘れてて、まあ面白いですよファミコンもね。はい、ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。